ロピアに行ってきました。イエーイ。皆さん前回のコメントではいっぱい教えてくださっておすすめ商品ありがとうございました。業務スーパーもまた改めておすすめの買いに行きたいんですけど、今日はロピアに行ってきました。初めてロピアに行ってきたんですけど、おもろかったよな。めっちゃ良かった。そう、皆さんにいっぱい教えていただいたおすすめ商品買えたかな。だいたいこれかこれかで見たよな。スクショしとったから。そう、スクショコメントスクショしてこれってなったんですけど、途中から息子に携帯取られてちょっと YouTube 見てたんで見れなかったんですけど、だいたい買ったよな。あとはこれかなっていうやつが結構何種類かあったんで、これのことかなって言って迷いながらちょっと買ったんですけど、どれやろうみたいな、何種類かあったからこれかもっていうので買ってみたのと、魚とお肉がめっちゃ良かったんですけど、今ちょっと冷蔵庫パンパンなんで、お惣菜系を買ってみました。では紹介したいと思います。まずは皆さん一番おすすめしていただいたピザを購入しました。999円です。もうこれは美味しそうやったよな。完全マルゲリータ味にしました。めっちゃいい匂いする。取った時めっちゃ熱々やったやん。そう、冷めた。そう、取った時は結構もう熱っていうぐらい熱々だったんですけど、帰ってきてる時に冷めてしまいました。美味しそうです。照り焼きチキン味とか何あったっけ、マルゲリータが一番ノーマルかなって思ったんですけど、おすすめなんやったんよ味は。マルゲリータじゃん、やっぱり。やっぱりマルゲリータ、うん、美味しそう。匂いが美味しそう。お惣菜系からいく。お惣菜系美味しそうやったよな、マジ。これか。いや、これは多分絶対違うんですけど、クリームたっぷりのシュークリーム3つ入ってお惣菜コーナーにあるやつ、あれシュークリームやったっけ。あ、だからメガって書いてあった。メガシュークリームって書いてたやつはちょっとパンチ効いてたんで、絶対消費できないと思ったんで、甘党私しかいないんで、これはちょっと違うと思うんですけど、シュークリームを買いました。分かんなかったんでこれ買いました。クリーム多めの。多分でもコメントで教えていただいたやつはこれじゃなくて、お惣菜コーナーのやつっぽいよな。多分800円ぐらいするんですよ。3つ大きいクリームめっちゃ入ったやつが、3個入ったやつが700、800円ぐらいだったんで、ちょっと消費できないかなと思ってこれにしました。これみんなで分けるの。いや、これは私が3時のおやつに食べたいと思います。はい、次。で、次は、コメントでも韓国系のいっぱいあるよって教えてくださったんですけど、本当に多くて。で、私は冷凍のこの、キムチダッカルビのキンパの冷凍のやつを買いました。ビビゴとか多かったかも、めっちゃ。めっちゃ多かったな。うん、めっちゃ多かった。これ以外も全然ビビゴと、チヂミ、餃子、ホットドッグとか、チケも全部取ったよな、いっぱい。これはどこのやつだ？オーフード。なんかこれ、知らん。なんかよくチーズ、何だっけ、餅の。トックじゃなくて、トッポギとかも売ってたんですけど、これがちょっと食べてみたいと思ったんで、これにしました。前なんか無印も買ったな。あ、前は無印のキンパを買ったんですけど、今回はちょっとなんか韓国のブランドじゃん、これ。うん、多分。ちょっとこっちの方が美味しいんじゃないと思って買ってみたんですけど、はい。いつか食べよう。今日じゃないよ。今日はね、結構お惣菜をね、がっちり買ったんで、そう、結構お肉系もね、すごいアグー豚とかコメントで教えてくださったんですけど、今日はもうお惣菜で済ませようと思ったんで、次回アグー豚とかステーキとかを買いたいなと思ってたんですけど、ほんと、お肉、お魚もすごかったよな。魚、肉、野菜は良かった。雑新鮮で安いって感じだったんで、次攻めたいと思います。冷蔵庫をちょっと消費してからな。そう、冷蔵庫パンパンなんで、冷凍庫パンパンなんで行きたいと思います。で、次は視聴者さんが教えてくださったアップルパイです。ダダがアップルパイ好きなので、これはマストかなっていうことで購入させていただきました。なんか小さいやつもあったよな。 あれはパンでも、なんかロピアパン売り上げ1位みたいな書いてたけど、うん、あっちのことなんかこっちか。え、多分こっちやと思うんですけど、どっちでしょうか。私たちはこっちと思って買ってみたんですけど、でもこれじゃない、だって結構前に出てたくない、いっぱい。うん、お惣菜コーナーにあったんで買ってみました。楽しみです。楽しみです。次、あ、そう、フルーツもね、いっぱいあって、いちごめちゃめちゃあったんですよ。とにかくこちらが夢の花、これなんか一粒でかいんで買ってみました、大人用に。で、こっちが息子用に甘王、これそうやろ、うん、いちごの種類がね、すごいとにかくいっぱいあったんですよ。で、値段も普通にライフとかそういうスーパーで買うより安かったと思う。はい、これが甘王です。とりあえず息子にね、いちごを見せたら全部食べられるんで、こっちは大人用で楽しんで、こっちは息子にあげたいと思います。こっちの方がいいやつ。え、わかんへん、なんか大粒やから良さそうじゃない、多分こっちの方がいいんか、わかんへん。はい、次、あ、これはなんか知らない間にあなた買ってましたね。ストロベリーソース、前回パンナコッタ、それにかけようかな思って。パンナコッタ一回食べてまだ冷蔵庫にあるんで、かなり大量に。ヨーグルトとか。ソースないときついよな、パンナコッタ。美味しいよな。
絶対これ、うん、これをズタオな、うん、いちごもあるし、で次はこのチリ産ぶどう、これはあれじゃない、レープなんかシードルなんちゃらのコストコにあるやつ、このままいけるかな、これフルーツが充実してたんで出るもんで買ってみたんですけど、なんかこれ、なんかめっちゃ冷たいけども、え、大きなおむすびソーセージ同時そうやから買った、おにぎり系充実してたよな、99円やったこれ、安っ99円安っ、手作りおにぎり、あのミニストップ系やな、あそうやな、ミニストップの美味しいおにぎりって感じ、デイリーとかな、うまからチキン、あそう買ったん、結局買ったで、サイゼのサイゼのうまからチキンを想像して買いましたサイゼかどうかわからんけど入らんやん、これ入るためな、え、なんとか入る、冷凍庫、いやこのデカさ、なんとかのデカさじゃないやろ、美味しそうです、あなたの好きな、あこれはい、どーん、びっくりドンキーのマヨネーズです、美味しいよな、美味しい、買ってみました、レタス感も忘れた、スーパー売ってるけどな、あこれ売ってるそうです、普通のスーパーたまに見んで、多分でも大阪だけちゃう、売ってんのちゃうかな、大阪っていうか関西だけちゃう、そうなんで、いや分からへんけど、次あこれ、あこれ合ってますか、これコメントでいただいた、これいつ使う、え、これスンドゥブやん、どうやって使うの、何すんの、鍋すんのこれで、うん、鍋でもいいしスープでもいいじゃん、これ美味しいってコメントいただいたんで購入しました、合ってますかこれで、買ってみました、豆腐買ってないやん、今日じゃない、これで合ってるといいんですけど、どうでしょうか、楽しみです、捨てない前ちゃんと、ん映ってない、こんだけ置いてる、じゃあカメラや何言うてんねん、何言うてんねんこれ、何言うてんねん、何ずっとこれ見とんねんのせジンジャーエール、でこれ安かったんですよ、ロピア、え、なんか170円ぐらいするくない、180円、半球オアシスとか、え、そんなしたっけ、120円、え、高いイメージやね、130円とか、いや、ビンダイビンダイ、120円、130円ぐらいだった、いや、高かった、180円ぐらいしたで、多分118円だったんですけど、ちょっと安かったんで買いました、購入しました、娘のせジンジャーエール、で、何その買っとったん、ケチャップもなくなってん、ケチャップないんで、どこにでもあるこれを購入しました、でもちょっと安かったで、あのなんかボワーって入っとってん、バケツに銀色の網のバーガー屋にありそう、ちょっとまあ机の上に置いとっても絵になる、 Vlog 用Vlog 用です、置いとってもちょっと絵になるんちゃうん言うて、ちゃうん言うてこんにちは、そんなケチャップ使わんけど、あ昨日業務スーパーのナゲット食べたんですけど、どうやった、あ俺は好き、私も好き、ちょっともっちりしとった、オーブンでやった、はい、これが僕の朝ごはん用で買いました、あ食べてもいいで、でもこれ全然バカ食べるわ、味島さんの玉ねぎ、塩のカレーパン、なんかな、ありそうやな、うん、どこでもあるかも、どこでもありそう、でも俺これ見たことないで、スーパーでロピアブランド、オイシス、なんか昔家にあった気する、なんかあのイメージではオレンジ色の、真ん中か、迷ってない、うん、オレンジ色のさ、ああ、あるやん、一緒やろ絶対、昔ながらのあんな感じかなと思って買ってんけど、あれ俺好きやからさ、これはいつの間にか買ってたやつです、はい次、結構入ってんだよ、この量の割には値段安かった、29%ぐらいじゃん、あこれはどこでも あるんか、美味しそうな平飼い卵なかったんでこれにしてみました、なんか良さそうな、あ見たことあるな、なあるよなこれ、うん、一回買ってきたよな、なんか、うんうん、濃いやつじゃない、なんかラーメン屋とかでさ、あ使ってますっていうやつやな、なんかよう言ってるやつ、うん、卵かけご飯、多分美味しい卵です、はい次、はい、美味しそうやろ、うん、なんかオレンジっぽい、あ次はまた韓国系のこのユッケジャン、なんかこれ美味しかった気したんですけど、辛かったんかこれ、ユッケじゃん、ユッケじゃん、ユッケじゃんラーメン買ってみました、食べた気すんねんな一回、これ辛かった気する、そんなん前言ったじゃん、はい次、次はシラスです、これは息子にお魚おにぎり定番の購入しました、なんかでもこれ甘口って書いてんのな、何だよ分からへん、でもそれしかなかった、ちょっともう順番変やけどいい、これなんか美味しそうやから勝手に僕入れたんですけど、手羽トロ、お肉ね、これ以外も本当教えていただいたアグも全部美味しそうやだったんですけど、今日はお惣菜っていうことでこれしか買ってないで、でもめっちゃレベル高かったよな、うん美味しそうやって、魚肉、あのみんなコメントでおっしゃってたんですけどレベル高い、うんこれ希少部位らしいね、なんか手羽トロ、何これ唐揚げかな、何し、え煮込みじゃん、煮込みか、はい、何でも美味しいんじゃん、ダダズキッチンで、えダダズキッチンで作りますんで、ちょっと今あのお休みいただいてる空いとんねんで次も、あこれもね、あのコメントで教えていただいたウインナー、これですか、でもロピアブランドっぽいよな、3パックとなんかいろんな入ったやつとあったよな、うん美味しそうなんで買いました、教えてくださってありがとうございます、美味しそうやな、もう完全、うん大きいのにしたらよかったかな、入らんかなと思ったんですよ冷凍するのに、うん多分入れん、なのでちょっとこのお試しサイズから買ってみました、
絶対美味しいよこれ、うん、キムチ、あ、キムチもこれあのおすすめで教えていただいて、で私たちいっぱい種類あったんですけど大好きな山芋にしました。ファンさんやんこれ。何ファンさんで。ファンさんのねキムチ。鶴橋。うん、有名や。美味しそう。美味しそうです。そうこれは絶対に。これあれじゃん、牛角のやつ洗ってあれも使わない。匂いそれ、うん、あれ出てくるもん絶対。あ、次は普通にバナナ。バナナ、バナナ、もう息子が取ってって言ったんで。バナナ、お待たせしました、超大盛りペヤング。どこでも買えるかな。ロピア限定です。じゃあね、でもまあ安かったね。あのロピアで買うな。え、コンビニで買うより安かったね。ペヤングのあの火薬も入れない派に変えたんで。あの肉、ようわからん肉あるやん。あ、いつも入れへん。あれね、いつもっていうほど食べへんけど。ちょっとドッグフードみたいやから嫌やね。ドッグフードって言ったらもうみんな食べられへんくなるやん。ちょっと嫌やな。あれ好きじゃないんで、ちょっと省いて入れたらめっちゃ良かったんで、もうこれから絶対そうしようと思う。え、今さら？うん。じゃあね、キャベツは欲しいねん。でも、あ、分かる、キャベツ欲しい。でもあれ省くの無理やん、キャベツだけ入れて。なんか玉みたいなやつやろ。そう、あれいらんねん。でももうキャベツは捨てて麺のみ。うん、麺のみ。マジ麺、麺とふりかけのみ、うん、好きな食い方、それが。はい、次。あ、これも教えていただいたんですけど、チーズケーキ合ってますか？ベイクドとニューヨークチーズケーキ、種類あったんですけど、いろいろこれを購入してみました。ナンバーワンって書いてたんでこれかなと思って、コメントでもあのチーズケーキおすすめですって書いてたんで購入してみました。これ美味しいやろな。絶対美味しいよな、うん、なんかどれも美味しいやのにな。ちょっと焼き目ええ感じのやつ探してどれも美味しいやって言うていや、焼き目あった方がええがな。どこやってるどれも美味しいやつ。はい、ヤンニョムソースを買ってみました。これはあのレジを並んでる時に通りかかって置いておりました。唐揚げにかけようか。うん、これにかけたらもうヤンニョムになっちゃう。でもカラカラや。あ、もう辛すぎるか、うん、ヤンニョムチキンソース。またレシピちょっと見てみたいと思います。なんか活用方法。はい。あ、これはいらない。これは普通にあの家のわさびが賞味期限かなり切れてたんで買いました。ちなみに2021年の6月ぐらいやったんちゃうか。いや、わさび使わんもん、マジ。さすがに。匂ったな。わさびなんか賞味期限切れるもん。ほうれん草。あ、これ100円。立派なほうれん草。これめっちゃ美味しそうや。美味しそうやな、俺、うん。このほうれん出す？うん。ほうれん草って砂落ちるから気をつけて。こう立派な美味しそうなほうれん草100円です。だいたい野菜こういうの100円やったよな、うん、ニラ、ネギとか、ネギとかチンゲン菜。美味しそうやった。うん、美味しそう、このほうれん草。はい、次。あ、これもちょっとさっきのユッケジャンと一緒のところで、これ前私鶴橋で買って美味しかったんで、美味しいって言っとったやろこれ。え、確かチーズ、チーズ、うん、これ美味しかったんで購入しました。またまた。あ、リアル。あ、そう、リアルチーズ。うん、どういうこと、リアルチーズ。チーズ現実。どういうこと、どういうこと、リアル。こっちのセリフ。ほんまにチーズってこと。現実ってないの。あ、これ最初に出さんだ。あ、これ あなたのエビ。なんでもあなたのやね、ほら一緒のガトってやる。このお寿司、お惣菜、お寿司おすすめってコメントくださったんで購入してみました。エビひっくり返ってんだ、あんた。あんたのやこれ。え、こっちや、私のこっちや。 なんでやねん、ひっくり返ってる方は。あんたや、なんでやねん。いや、もうお寿司がね、ほんと。あ、ひっくり返った。お寿司が美味しそうで。ひっくり返った。お惣菜、お寿司、もうお寿司もいっぱいあったよな。うん、昨日食べたライフのお寿司と全然ちゃうな。あ、全然ちゃうな。うん、なんかもうキラキラ度が違う。ライフをけなすわけじゃないけど。そう、ライフも好きやけど、やっぱここすごかった。ライフでも、ライフのお寿司も美味しいやん。美味しい。でもレベチちょっと。まあ、食ってないからまだ分からんけどな。でも見た目で分かる美味しさが。見た目がちょっと違うんですよ。いつもお世話になってるライフさんの方がやっぱさ。あ、そうやねんな、うん。いつもお世話になってるのはライフです。ライフさんのことやっぱそういう風に俺は言われへんわ。あとこれも。あ、これ。これでもこれも駆け込み。レジ前にあった、このロピアの味って書いてたんで買ってみました。まんまとやられた。まんまとやられた。まあ、でも、あの、息子も味付け海苔最近ハマってるんで。ロピアといえばこれみたいな書いとって。細かい、うん、ロピアのコメント一つもおすすめなかったで、これロピア行ってきましたの印みたいな感じ。はい、こんな感じであのロピア購入してみました。皆さんたくさんコメントで教えてくださってありがとうございました。またどっかのスーパーを攻めたいと思います。やな、うん、楽しかったよな。でもロピア、いや、ロピアまた行こうな言ってるから、次はステーキとかあの魚とかを買いに攻めたいと思います、うん、ちゃんと冷蔵庫掃除して、はい、整理して整理してね。はい、今日はこれを楽しみたいと思います。はい、ではまた皆さんのおすすめスーパー食べ物あればぜひぜひ教えてください。スポットとかも教えてもらったら行くしな。行く行く、うん、あれどこでも行きますんで、言おうとかな。 どこでも行きますんで教えてくださいどこでも行きますんで、ほんまに。おいしそう。大きいな、1個がさ結構いいね。安くちゃうな、わさび。ちゃう、うん。
2年前のと全然ちゃう。2年前はやっぱさすがにあかん。なんか硬かったもん。何からいこうかな。タイからいこう。どない？うん、美味しいわ。美味しい。うん、うまい。マグロやろ、やっぱ。どれぐらい食べようかな。結構いった。美味しそう。これ食べる。これ絶対うまいやつ。これ絶対うまいやつ。アップルパイ、肉厚アップルパイ。これ絶対うまいやつ。うまい。中にカスタード入ってるこれ。トムとジェリーね。ある。トムとジェリーのやつ。ピンポーン。よくできました。安いよなこれ、やっぱ500円って。これなんて名前やったっけ？トロテバやったっけ？トロテバの照り焼き。トロテバの照り焼き作ってもらいました。と山芋キムチだったやつ、パンさんのやつ。これ絶対うまいやつ。これ絶対うまいやつ。パンさん、来週だよ。